みなさん、こんにちは。国際薬膳講師の十名こと久美です。今回は私の趣味とも言える。 外国語学習についてゆっくりお話ししてみたいなと思います。私は現在主に中国語と韓国語を勉強しているんですが、今回はまず中国語の学習について、私の個人的な学習方法や、あと目標、その他、勉強にまつわるお話なんかをしてみようと思います。私の今の中国語レベルは、 まあ中上級ぐらいだと自分では思ってるんですが、具体的に言うと、すごく流暢ではないし、文法的にも間違ってる部分も結構ありますけれども、それでも、まあ方言さえひどくなければ相手の言ってることは8割ぐらいは理解できるし、あとだらだら永遠と世間話もできるという程度という感じでしょうか。 専門用語とか流行ってる言葉とかことわざにはちょっと弱いんですけどもし実際に今から現地で生活することになったとしてもまあそれほど問題ないかなというレベルかなと思います今現在は仕事で使うというわけでもないので自分の中ではこれくらいのレベルでも十分だなという気持ちが半分でももっと上手くなって中国の方と もっともっと深いコミュニケーションが取れたら嬉しいなっていう気持ちも正直半分というところでしょうか。で、私が中国語を始めた直接のきっかけは今から20年前まだ言葉が何もできない時に行った北京旅行が自分の中でものすごく印象的でとっても楽しかったからです。ただ正直に言うと 私が中国語や韓国語など英語以外のそういう外国語を始めた根本的な理由は若い頃に英語のネイティブスピーカーになるための語学留学ができなかったということが実は大きかったかなと振り返ると思います私自身小学校の低学年ぐらいからずっと英語のネイティブスピーカーになりたい そのために留学したいという気持ちが結構強かったんですが、家の経済的な状況とかを考えると、高校や大学ですら私立に行くなら奨学金がないとか通えないという状態だったし、あと、兄弟も多かったので、中学の頃にはその夢は結構あっさり諦めてました。もちろん日本にいながらでも必死に頑張ってネイティブレベルに流暢に英語を話せるようになる人っていっぱいいますけど、 私はですね、自分の方から自分にストレスをかけるタイプのストイックな人間じゃないんですよね。なので、まあいいんだか悪いんだかわからないんですけど、そういう性格なので、若い頃の柔らかい脳みそで最小限の努力でネイティブになりたいという気持ちが当時すごく強かったんです。なので、子供ながらに頭の柔らかい二十歳までの間に留学したいっていうふうに思ってました。 まあそんなこんなで怠け者な私はその時点でもう英語を使って仕事をするというような将来のイメージを描くことができなくなったこともあってもう語学はいいやと大学時代はもう一切勉強してませんでしたで第二外国語に中国語をまあ先行したんですけれどもそれも内部生の男の子たちが試験が簡単らしいよって話してるのを聞いて選んだだけで 4年生で習得したのは自分の名前と数字の数え方くらいでしたね。で、そんな私が中国語の勉強を始めたきっかけっていうのが2004年の冬に初めて行った北京旅行だったんです。まだオリンピックが始まる前の北京で、なんかこう、のどかで。でも、もう伸びしろがものすごいという感じというか。 徐々に発展し始めた高揚感のようなものをビシビシ感じて、あとおまけに初めて食べた本場の中国料理がどれもこれもとても美味しかったんです。それまで自分が町中華で食べていたのは、日本で独自に発展した中国料理だったんだなということをその時知りました。もちろんそれもとても美味しいんですけど、ただ本場の中国料理とは別物なんだなというのを知りました。 20年前の話なので、当時の中国、北京は、アメリカ資本のホテルに泊まっても、英語ができる人は誰もいなかったり、あと当時、日本円で100円もしないコーヒーをカフェで注文したら、何も味のない黒い液体が出てきたりとか、あとレストランのトイレが若干ワイルドだったりとか、もちろん、ネガティブに捉えようと思えば捉えられたかもしれない、 こともあったんですけど、でも、その時思ったのが、まあ自分が子供だった頃の、まあバブル前の日本の地方都市も、それほど変わんなかったなという、まあいろいろ適当だったよなという感じですね。中国も今きっとそういう時期なんだろうなとその時思いました。なので、本当にネガティブな気持ちには全然ならなかったんです。 そして、その楽しい北京旅行から帰ってきて、実際に勉強をしっかり始めたというのは、もうちょっと先で、結婚して主婦になって時間ができた2007年頃だったと思います。最初は、文法は参考書を買って、で読んで独学でやってで、発音とか会話の練習は週に1回、マンツーマンの中国語を 教室に通って先生に確認してもらうっていうのを4、5年続けました。その時に感じたのは、まあ、中国語の場合、やはり最初の発音を習得するタイミングがもう絶対に他人にチェックしてもらうべきだということですね。私は文法は適当な割に発音がいいねと褒めていただくことが多いんですけど、多分この最初の時期にネイティブの方の発音をしっかりと浴びて、自分の口から出して、 それをまた直してもらうというサイクルをしっかりやったからかなというふうに思います。で、中国語はご存知の方も多いと思いますが、発音がとにかく大切で、同じあという一言にも発音の仕方でいくつもの意味があって、なので発音がおかしいと意味が変わってきたり、ほとんど何も通じないと言っても過言ではない言語なんです。そのために、 発音を習得する初期段階こそ、標準語をきちんと話せる方に、しっかりと指摘してもらってチェックする必要があると私は思います。ちなみに、私が超初心者の時期に文法上で一番苦労したのが、中国語には時制による動詞の変化というのがないということでした。感覚的に言うと、昨日友達とご飯を食べるみたいな。 感じですかね。日本語を母国語としてる人間としては結構ザワザワしました。皆さんどうですか違和感感じますよね。もう今はもうそういう部分に何も感じないんですけど、最初の頃は慣れてなくて勉強不足だったこともあり、その文章が過去のことなのか未来のことを話しているのか、区別がつかないなんてこともゅうでした。そうやって少しずつ知ってる単語が増えていって、 聞き取れる文章が長くなってって、自分の言いたいことが伝わる割合が多くなって、徐々に変化していって、これも中国語学習者の方にあることだと思うんですが、街中の看板や、あと店名などの漢字を頭の中で自然に中国語の読み方に変換する、そんな癖がついてくるようになるんですよね。 まあでもこうやってお話ししてると毎日すごく勉強したみたいに聞こえるかもしれないんですけど実際に鳴らしてみると1日10分ぐらいです中国語に触れている時間というのはただこの数年間いや十数年間一度も欠かさず1日も欠かさず毎日5分から10分ぐらいは中国語に触れていると思います まあその触れているには、あこの単語中国語で何て言うんだっけという感じで辞書アプリを開ける時間っていうのも含まれているので、その日によってはたった一つの単語を辞書で調べるだけという日ももちろんあります。でも、いつも考えている。それだけで脳のシステムが少しずつ変わっていくのを感じました。そして、これもよく聞く話ですが、 ある一定の段階に来ると、ガラッと見える景色が違ってくる。そんな日がやってきます。その時、明確に視界がクリアになったのを私も体感しました。ちなみに私が香港に住んでいた2010年からの数年間は、今と違ってまだ香港で一般的に中国の標準語が使われていない時期で、通じる人もいるけど、ほとんど通じないという程度だったんですが、 それでもたまたま香港に住む前に始めていたその中国語の標準語に助けられたことがとってもたくさんありますし、標準語を知っていたからこそ香港人の方たちが使っていたその関東語の奥深さや面白さっていうのもよく理解できました。他にも中国語を習っていてよかったなと思うことは数えきれないほどあって、 まずはそれまでに知らなかった美味しい中国料理にたくさんありつくことができたことです。やはり言葉を知らないと気軽に入れない店というのが実際にたくさんあるので、中国語を理解することによって、中国での食事の選択肢がものすごく広がったというのは間違いありません。次に良かったことは、世界のどんな大都市にも中国の方がたくさん住んでいるので、 世界中に言葉が通じる人が誰かしらいるという気持ちになって、すごく心強いです。チャイナタウンに行けば何でも教えてもらえるし、美味しいものも必ずあるので、ニューヨークやパリ、ロンドンに行っても、いつもついチャイナタウンや中国料理店に足を運んでしまいます。中国語は英語と比べて誰もが必ず学ぶ語学というわけではないですよね。なので、 ちょっと勉強してるだけでも結構な頻度でなんで話せるのと驚かれたり褒められたり喜んでもらったりすることが多いんです。これって英語だとほとんどない現象というかこっちとしてはまだ中級ぐらいなのになんかすごく上手い人みたいに言ってもらうことが多くてお得な気持ちになります。褒められて嬉しくてどんどん喋ってそれでまた上手くなっていくというポジティブな循環に入ると 語学の学習は理想的ですよね。もちろんお仕事で仕方なく勉強されているという方はそんな楽観的な気持ちにはなかなかならないかもしれませんが、趣味で学ぶ場合は中国語は喋れるとお得な場面が英語以上にたくさんあるかなと個人的に感じています。英語も喋れないのに中国語なんて無理だよと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、 日本人は世界で一番中国語の学習に向いてるんじゃないかなと思います。日本と中国の漢字はもちろん全く同じというわけではありませんが、日本以外の国の方が中国語をスタートするのに比べたらずっとずっとアドバンテージがあるというのは間違いありません。普通なら中国語の看板を見てもレストランのメニューを見ても全く想像すらつかないんですから。でも、 私たちは違いますよね。ある程度想像がつく。それだけで勉強のしやすさが全然違うと思います。そして今中上級レベルに到達した私の現在の学習方法なんですが、10年近くお休みしていた中国人の先生との会話練習を去年復活させました。今はとにかく筋トレのように思ったことを間違っていてもとりあえず口からすぐ出すという 瞬発力を鍛えるためにお願いしています。他に最近教材として使っているのが中国語のポッドキャスト。実際中国に行くとアナウンサーのように綺麗に話している方っていうのは全然いないので、やはり生の中国語を聞く練習っていうのが不可欠だなと思います。それに役立つのが中国の方の普通のおしゃべりが聞ける番組です。 私の今のお気に入りは、りょうりょうとんしというポッドキャスト。ホストの方も、レギュラーゲストの方も、どちらも海外生活の豊富な中国人の女性なので、他の国と中国の文化の比較や、恋愛、結婚、出産の話、またジェンダーの話題など、一中国人としての視点と、また他の国との比較という幅広い見方で聞くことができます。 とってもおすすめです、えー。さて、ここまで私の中国語学習についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか私のように趣味で語学学習をしている方って結構多いと思うんですけど、長く続ける秘訣ってなんだろうと考えれば考えるほどこの一言に尽きると思います。それは、そう。 愛ですよね。語学って愛なんですよ。愛がないとできない。だって仕事じゃなくて趣味だから別に使わなくたって生きていけるし。なので、よくなんで中国語を勉強してるのって聞かれたら、中国の文化を愛してるからというふうに私は答えています。その時その時で、もちろん国同士の歴史や政治の問題が横たわっていたとしても、 その国の文化や教養へのリスペクトっていうのは別のお話ですよね。そんな気持ちで大きな愛を持って1日5分でいいからちょっとずつ前に進んでいこうとするのが外国語を長く続ける秘訣だなと思います。今日の10名の薬膳ラジオはここまで。また次回お仕事や家事のお供に聞いていただけると嬉しいです。